はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございますけれども、本日やってきておりますのは JR 中央線の三鷹駅。こんな感じでね、東京方面にどんどんたくさんの快速電車が出発していくような、そういう時間帯、これからちょうど夕方の帰宅ラッシュに突入するような時間帯です。下り方面も青梅駅と高尾駅と、また他にもね、いろいろ中央特快とか運転されているわけなんですが、今回ご紹介するのはオレンジ色の快速電車ではなく、こちらですね、中央総武線括弧書きで各駅停車と書いてありますが、黄色い帯の中央線です。そして今回はですね、この中央総武線各駅停車から東京メトロ東西線に直通する電車を皆さんにご紹介していこうと思うんですが、この東西線直通する電車の中でもですね、今回は JR と地下鉄を行ったり来たりする、そんなちょっと挙動不審な電車を皆さんにご紹介していきたいと思います。この中央総武各駅停車には、中野から三鷹までの間と、それから西船橋から津田沼までの間で東京メトロ東西線からの直通列車がやってくることになっています。中野三鷹間は終日東西線からの直通があるんですが、しかしこれが千葉側、つまり西船橋から津田沼の間の場合は、これは日中の直通運転はなく、平日の朝夕のラッシュ時のみの直通ということになっています。で、今ちょうど2番線側に東西線直通の各駅停車西船橋行きがやってくるところですが、大体ね、こういう東西線直通の電車の行き先っていうのは、まあ西船橋とか、あとはそれから東洋勝田台とかね、そういったところになるわけですよ。しかし今回ご紹介する電車は、そういったところには行きません。ではどこ行きなのかと言いますと、はい、ここに発車表が吊り下げられておりますが、ご覧ください。2番目ですね、43分発の各駅停車西船橋行きの次、快速津田沼行きと書いてあります。この快速というのは別に中央線内の快速という意味ではなく、東西線内の快速です。東洋町から先、途中浦安西船橋の順番に停車していく快速電車としてこの電車走るわけなんですが、東西線直通の電車としては見慣れない津田沼行きとして運転されます。これは一体どういうことなのかと、快速津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い電池ブロックまでお下がりください。三鷹駅には隣接して三鷹車両センターという電車の置き場があり、そこから回送列車としてやってきました。当駅止まりではないんですよね。こちらが今回ご紹介します地下鉄東西線直通快速の津田沼行き、 JR 東日本の E231 系で運転されています。顔がどう見てもあの中央線で活躍している209系なんですけど、これ一応 E231 系なんですよね。地下鉄東西線に直通することを目的として製造された800番台というもので、なかなかお目にかかる機会はありません。うちのチャンネルでこの車両に乗るのは今回が初めてですし、僕もね、実は乗るの3回目とかそれぐらいなんですよね。 E231 系の中でもなかなか乗る機会がないこの車両、3色 LED となっていて、快速津田沼と地下鉄東西線直通、この2つの表記が交互に出されることになっています。そしてこの地下鉄東西線直通の快速津田沼駅っていうのはどういうことかと、中央線をね、そのままずっと新宿の方に向かって走って、で東京の都心部、水道橋とかね、それからお茶の水とか秋葉原とか、そういったところを通って津田沼に行く電車っていうのはたくさん走ってるわけですよ。しかしですね、この電車はこの路線図の三鷹の一番下のところですね、グレーのライン、中央線地下鉄東西線直通と書いてありますが、三鷹から吉祥寺、二条木久保、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、中野と通った後、そのまま地下鉄東西線に入り、高田馬場や飯田橋、大手町などを通って西船橋、そしてさらにそこから先ですね、船橋、東船橋、津田沼と、西船橋からもう一度 JR に戻って、そして津田沼を目指すと、こういう運転になるんですよね。三鷹中野間は終日直通運転がなされているので、まあ割とこういう風に地下鉄に直通する電車がいるのもわかるんです。しかしですね、これが西船橋津田沼間というのは、実は地下鉄との直通運転、平日の朝夕のラッシュ時間帯しか行われていません。そのためこういう風に JR と地下鉄を反復横跳びするように走る電車が見られるのも朝夕だけとなっています。この電車は地下鉄東西線直通快速津田沼行きです。長野から先は地下鉄東西線に入ります。次は吉祥寺、吉祥寺、オレンジが右側です。次は中野、中野、オレンジが左側です。この電車は地下鉄東西線直通、快速、津田沼行きです。次の中野から先は地下鉄東西線に入ります。中央線が発生していた東日本の大久保方面と中央線の快速電車新宿四ツ谷方面はお乗り換えです。車内放送でもこの電車は地下鉄東西線に入りますということを言っていましたが、ここまではね、三鷹から中野までは普
通に中央線の各駅停車として走ってきたから問題はなかったんですが、しかしここから先は新宿方面には行きません。ですのでここから先、まあ、大久保東中の新宿方面の中央線の各駅停車と、それから向こうを走っているオレンジ色の中央線快速電車、この2つを乗り換えてくださいねということで案内がなされておりました。列車は中野駅に到着。ここから先東京メトロに入りますので、当然ですがホーム上で東京メトロの社員さん、乗務員さんですね、が待ち構えております。このすぐ隣のホーム6番線は、こっちはね中央線の快速電車なんですけど、ただこのお隣の5番線こっちは東京メトロ東西線の大手町方面と、それから中央線各駅停車の新宿方面、この2つが両方とも発着するホームになっています。だから結構乗り間違いとかも注意しなきゃいけないんですよね。ただ東西線は青い帯を巻いているので、そのあたりで見分けることができるはずです。ドア上の LED 表記でもこういう風に快速津田沼駅とかいろいろこういう風な表示が出るわけですけど、これですよね、この中野の次、英語でしっかり中野と出るわけですが、この下のところに T01 と書いてあります。この T というのは東西線の路線記号、東西線のその都から取ってるわけですけれども、これがですね中央線の場合は JB なんですよ。 JB いくつとかなってるわけですが、これが中野では T01 になってるわけなんですよね。一つ手前の高円寺までは JB いくつだったんですけど、ここから先当然ですがこの電車は地下鉄に入りますので、その東西線のナンバリングを取って T01 というふうに表記がなされていたわけです。これは他に東海道線もね、一部 JR 東海の方に直通して沼津まで行く電車とかあるんですけど、そういった場合も熱海を JT いくつではなく JR 東海バージョンの東海道線のナンバリング CA00 とかそういうふうに表記してますから。列車は東西線に入りまして、最初の途中停車駅落合に到着です。この東西線は快速電車の運転はあるにはあるんですが、しかし途中通過する区間があるのは東陽町から東側の区間のみで、東陽町よりも西側全体の約7割に相当する区間に関しては全部各駅に停車していくということになっております。そんなんで快速名乗っていいのかよって感じなんですけどね。個人的にはこの落合とか早稲田とか神楽坂とかその辺通過していいんじゃないかと思うんですけど、竹橋とかね。しかしそのあたりの区間に関しても律儀に全ての駅に停車していきます。大手町に到着。さすがに大手町はね、丸の内線とか千代田線とかさまざま他の路線も入ってきますから、重要な駅ということで特急は止まってるぐらいですからね、当然停車するのも分かります。東京のオフィス街のほぼ中心に位置するこの大手町からはさすがに多くのお客さんが乗ってきて、ここまででもかなりの満員電車に近いような状態になっていたんですが、いよいよ大手町から先の区間が乗車率マックスになってたんじゃないかな。大手町から東陽町までの区間が一番ひどかったような、そういう印象ですね。そして列車は各駅停車区間の最後の途中停車駅東陽町に到着。この東陽町駅は別に他の路線との乗り換え駅とかそういうわけではないんですが、しかしこのすぐ近くのところに深川車庫という東西線の主力地がありまして、そこへの入出庫の関係で当駅始発また当駅止まりの電車というのがそれなりに設定されています。その関係なんでしょうかね。いや絶対関係ないと思うんだけどな。この東陽町からでも多くのお客さんが乗り込んできました。この辺りは江戸幕府が開かれてから開発が進んだいわゆる本所深川と呼ばれる下町のエリアとなっておりまして、そんなにたくさんオフィス街があるようなところではないんですよね。でもあんなにたくさんお客さんが乗ってくるというのは個人的にはすごく不思議です。あんなところにそんな需要をね大量に創出するような企業があるのかちょっと僕的には不思議なんですが、でも調べてもね地図上にはそういうの全然出てこないんですよね。特に大きな工場とかあるわけでもないし、一体何がその東陽町の利用者数をめちゃくちゃ引き上げているのか不思議でなりません。この画面の右側にねカーブして逸れていく線路が今1本ありましたけれども、あれがその深川車庫に向かっていく回送線ですね。京王線の車内からも一瞬ちらっとですがその深川車庫に停車している東西線の電車を見ることができる場合があります。そしてここで南砂町の駅を通過。ここが東陽町から西船橋までの間、東西線の快速電車が通過していく区間のその一つ目の通過駅ということになっています。なんか銀座線とかね日比谷線はまだが、千代田線とかね結構ホームドアの整備進んでるんで、そういったところでは人身事故の心配とかもないんですけど、ただこの南砂町とかね、それからそれ以外のいろいろな駅、結構ホームドアが整備されていない駅って多いんですよ東西線。だから個人的にはねそういったところを快速がこの電車時速100キロまで出せるんですけど、それぐらいの高速で通過していくときに人引かないかなとかちょっと心配にならないこともありません。そしてここでいよいよ地上へと出てきます。もうここから先地下トンネルへ入ることはありません。東西線は南砂町から西船橋の間までは完全に地上区間、外を走る区間ということになっておりまして、まあこの辺りは地盤が緩いからっていうのが多分一番の原因なんじゃないかと思いますけどね。こういう風に高架橋でもって街中を抜けていきます。ここで渡っていきますのが、これが荒川ですよね。そうですよね、荒川を渡っていくところ、こういう風にめちゃくちゃ長い鉄橋を使ってこの荒川と、それからその一つお隣を土手を挟んで流れている中川、この2つの川をまとめて渡っていきます。
この辺りは高架橋の上を走っていくということもありまして、線路はかなりまっすぐ敷かれています。西葛西駅を通過、この西葛西駅はさすがにね、この辺り東西線の電車が時速100キロで通過していくということもありますから、このようにホームドアが整備されています。この東西線の電車はね、今僕が乗っている E231 系の800番台はそうでもないんですけど、15000系っていうめちゃくちゃドアの幅が広い電車がいまして、そういうのがいる関係で、他の例えば半蔵門線とか銀座線とか千代田線のホームドアと比べてかなり開口部が広くなっております。さて今度通過しますとか、ここが葛西駅ですね。でここで先行していた各駅停車を一本追い抜いていきます。反対側でも中央線に直通する三鷹駅の各駅停車が通過待ちをしていますね。ここで反対方面からも今僕が乗っているものと同じ E231系の800番台の快速電車が通過。ここで一時的にではありますが、上下線でそれぞれ2本ずつ合計で4本の電車が並ぶということになりました。東西線は建設された当初からこのような速い列車の運行を前提として建設されましたので、ああいう風に待機設備がある駅っていうのが特に東洋町から西側にはたくさんあるんですよね。列車はここでまた一つ大きな川を渡り、ここで東京都江戸川区から千葉県浦安市へと入っていきます。いよいよ県境越え。東京メトロと言いますからね、東京都内にしか路線持ってないんじゃないか思われるかもしれませんが、バリバリこういう風に千葉県内に路線を持っています。まあ、他にもですね、あの有楽町線と副都心線が埼玉県の和光市まで伸びてたりとか、まあいろいろあるんですけれども、しかしここまで大胆に隣の県まで進出している路線っていうのは地下鉄ではなかなかないんじゃないかなと思います。まあ大阪メトロがね、大阪市の外、まあ堺とかそっちの方まで路線を持ってたりとか、そういうことはありますけど、ただそういうのはね、なんかちょろっとおまけ程度に伸びているに過ぎないので、こういう風に隣の県に足を突っ込むどころか、その中の3つの市にまたがって線路を伸ばしてるぐらいには、この東西線っていうのは異端な存在なんですよね。浦安に到着。この千葉県浦安は東京のベッドタウンとして開発が進み、人口は確か6万とかそれぐらいだったんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ人口がたくさんあるというわけではありませんが、ディズニーランドを筆頭に観光客を多く集めるような、そういう街。そして浦安の次の停車駅がこの東西線内最後の駅であります西船橋です。またね、ここから先も4駅ぐらい連続で通過をしていくんですよね。また一つ駅を通過していきますが、この駅にはホームドアがありません。危ない。まあホームドアを設置することができるように、ちゃんと準備工事などは着々と進んでいるようです。あと数年以内に東京メトロでは全駅へのホームドアの設置を目指しているんですが、果たしてそれも本当に実現するのかどうか。コロナで経営とか大変なことになってますからね、もしかしたらホームドアはそんなもんつけてる場合じゃないよということになっているかもしれません。そしてまた一つ、ここで今度は2面4線の駅ですね、明天駅を通過。ここでもまたこういう風に先行の各駅停車電車を追い抜いていきます。先ほどの葛西は真ん中の2本が通過線で、その外側に各駅停車用の待避ホームがあるという構造でしたが、こちらに関してはこういう風に2面4線の構造になっていて、待避がない各駅停車は本線上にそのまま停車することができるようになっています。そしてまたこの明天にもですね、大きな車両基地が用意されておりまして、でこの真ん中の2本の線路がその車両基地へとつながる回送線です。この外側の2本が西船橋方面へつながる本線で、この下のところからね、東洋町方面に向かいます線路をくぐって、そして画面の右側の方へ大きな車両基地が続いていきます。明天に続いて通過していきますのが、カーブの先にあります茨木中山駅。ここがこの電車にとって最後の通過駅であり、また西船橋までに通る最後の駅となります。この駅も先ほど通過した葛西と同じように、真ん中2本がホームのない通過線、その外側にホームが設けられた待避線があるような構造になっていますが、先ほど明天で1本追い抜いていますので、ここに関しては先行列車の追い抜きはありませんでした。まあ、個人的にはこの茨木中山でもね、追い抜きとかあってくれたらすごい面白いなと思ったんですけど、さすがにそこまではないみたいです。そして茨木中山を過ぎると、大きくこのように右へとカーブしていきまして、まもなく西船橋に到着します。この画面の左側からまもなくですね、総武線の快速、そして中央総武各駅停車、先ほど三鷹で泣き別れしたばかりですが、それが合流をするということになっておりまして、東西線の電車は大半がこの西船橋止まり、もしくはここからさらに別の鉄道会社東洋高速線に乗り入れて、八千代緑ヶ丘や東洋カスタ台というところまで走っていくのが一般的なんですが、平日の朝夕のラッシュ時間帯に関してはここからもう一度 JR 線に直通をして、そして津田のままで行く、そういう列車が運転されています。まあ、本数もね、少なくはないですよ、ね、やはり帰宅のラッシュ時間帯ということで、そういった利便性を向上させるために JR に直通し直す、そういう電車が運転されていると思うんですが、これなかなか面白いですよね。 JR から地下鉄に入ってもう一回 JR に入る、まあこれは JR じゃなくてもね、他の鉄道会社でも言えることだと思いますが、他のね、大手施設などから一旦地下鉄に入って、そしてもう一度その同じ鉄道会社に乗り入れ直すっていうのは、これは多分全国探してもここぐらいでしか見られないんじゃないかなと思います。西船橋駅でもう一度乗務員交代。先ほどの中野では
JR から東京メトロへの交代でしたが、今度は東京メトロから JR への交代になります。またこの西船橋駅は JR の改札とそれから東京メトロの改札が完全に構内分離されておりまして、途中に塗り替え改札があります。中野の場合はね、 JR も東京メトロも同じ改札口から改札の中に入ることになっていたんですが、それが中野と西船橋の大きな違いですかね。だから先ほどのあの西船橋駅が3分差で出てきますよみたいな話をしたと思うんですけど、もしあれでね、なんか西船橋に行くのに総武線経由ではなく東西線経由で行くとなったら、多分東西線経由で行った方が運賃高くなると思いますので、皆さんぜひ気をつけましょう。そして西船橋を出発して東京メトロの線路からもう一度 JR 東日本の線路へ戻ることになりました。ここの高架橋、これ何のためにあるのかな、僕前々からすごく不思議に思ってたんですけど、これなるほどね、総武線各駅停車の新宿方面の線路をまたぐためにこういう風にわざわざ高架の上に上がっていたのか、いつもこれ快速線の車内から見ててね、何のための線路なんだろうと思ってたんですけれども、なるほどこれのためだったとは知りませんでした。実は僕こういう風にあの東西線からね、総武線各駅停車に直通する電車、津田沼まで行く電車に乗るのは今回が初めてだったので、どういう風に線路がなっているのかとかよくわからなかったんですけど、こういう風な構造になってたんですね。ちょうど隣の線路、東京方面に快速電車が爆走していくところです。先ほどの中央線の快速電車と違って非常にキビキビ、そして素早い走りを見せてくれます。中央線の方はあれ100キロしか出せない上に停車駅がものすごく多いですからね、だからそんなに速さも感じられないっていうのが個人的な率直な感想なんですけど、皆さんは総武線の快速と中央線の快速どちらがお好きでしょうか。まあ、そんな話を置いといてですね、列車はいよいよ終点の津田沼駅に到着。ここから先、まあ、やろうと思えば千葉までこの先走っていくこともできると思うんですが、しかし東西線から直通してくる電車に関しては全てこの津田沼止まりということになっております。昼間ね、あの中央線の各駅停車で津田沼駅が来ると千葉市民に対する冒涜だとかなんとか言われてね、僕もその影響をもろに受けていないといえばそれは嘘になるんですけども、やっぱりね、津田沼駅ってあんまりいいイメージがないんですよね。でも今回に関しては、まあ、津田沼までしかそもそも走れないということで終点の津田沼駅に到着。黄色い帯の中央総武各駅停車に混じってこの青い帯の中央総武各駅停車が走るっていうのが個人的にはなかなか面白いと思います。折り返しはもう一度また来た線路を戻り、快速三鷹駅として運転されます。もう本当に今来た道と全く同じところをスタート地点まで戻るんですよね。なかなか面白いことです。ということで今回は JR から地下鉄に入った後もう一度 JR に戻ってくる挙動不審な通勤電車、三鷹発地下鉄東西線直通快速津田沼駅についてのご紹介でした。三鷹長野間の東西線との直通運転はこれは終日やっているんですが、ただ西船橋津田沼間の直通運転に関してはこれは平日朝夕ラッシュのみということになっていて、ちょっと珍しいですからね。三鷹津田沼間を地下鉄経由で移動する人あまりいないと思いますが、皆さんも興味があればぜひやってみてください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。